パオンダメダメ。このパワーオン切りがダメで正解は何ですか。正解なんてないんだよ。日テレプラスマージャンリーグプレゼンツヤングマスターズへの道。CS 日テレプラスがお届けしているマージャン番組、天守速攻のセイラーズリーグ、豪太一戦のパイレーツリーグ、2つに分かれてしのぎを削るリーグ戦がヤングマスターズペナントレースですが、今回はそのスピンオフ企画、対局プロにその極意を教えてもらおうというのがこのヤングマスターズへの道でございます。今回教えていただく講師はパリーグ代表井出康平プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあさあ楽しみですよ。今日はどんな悪口が聞けるのか。悪口じゃない。悪口じゃないちゃんと教えてあげてるってことですか。麻雀を指導です。やっぱセ・リーグの人は麻雀知らない人多いですか。いや、知りすぎてるがゆえに、おうおう、もう道それちゃった子たちだよね。あ、いろいろいろ考えすぎちゃって変な方向に行っちゃったと。そう、もっとまっすぐでいいんだよと。そう、ちょっと楽しみでございます。思いますね。はい、はい、で今回はですね、うん、セ・リーグ2回戦、はい、トーン3局川原舞子プロの一打に私はちょっと注目してみました。ほうほうほう、はい、あ、川原いいですね。いいですね、もういいシャンテンですよ。いいシャンテンですよ。もうこれ感想入ったらもう、はい、もう迷いはない。感想入れば迷い、ね、迷いないですよね。迷いない。だけど麻雀ってそんな簡単じゃないんですよ、はい、じゃないってことですか、はい、ここから何かが、さあ、おお、ピンズ乗ってきましたね。ここでもリャンピン切ってるんですけど、はいはい、スーソー打ってピンズでもう一メンツ作ろうと。はいはいはい。さあ、まあ後の人がちょっと苦しいんでね、もう川原がもうダントツいいですもんね。さあ三走。だけどこれ川原さん点数ないんですよ、ここまで、はい、あまりいいように自分の思う通りには来てないんですよ、うんうん、はいはいはい。まあ今24,000、そう、そこに結構どう工夫出すかっていうのがパ・リーグは強いですよ、はい、ドラシャン持ってきました。疑いを持つっていう意味で言うと、疑いを持つ、なぜ私は今点数がないんだと、そういうことを加味できるかどうかっていうのは、ね、おお、ドラ重ねた。これはちょっとやる気出てきますね。さあ、白鳥もね、手進んでますか。さあ、ウーワン、3万切っちゃってますからね。うん、ね、手配はいいけど、難解なツモが多いんですよ、はい、そうですね、これがだから、はい、まあ、俗に言う調子が悪い人の典型ですよね、はい、あの牌もらっても調子が悪い、うん、あの牌をもらったことが、はいはい、もう試練。なるほど、試練なんですね。ほら、ストレートにカウンソーのイーシャンテ取ってても、もう嘘も今ね、はい、ないです。ああ、確かに。はい、ここよ、ここ。ここ？これだね。これで？ここで。で、パーオン行きましたね。はい、勝つ！パーオンダメ。ダメ！いや、ここで疑いを持って、はい、一工夫必要な気がするんですよね。おう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 。例えばチーソー、実戦だったら僕、うん、かなりチーソーに手かけそうなんですよ。はいはいはい。でもう一ひねりすると、はい、チーワンとかありますよね。おお、なるほどなるほど。結構マンズは優秀なんでね。はいはいはい。パッと見が、うんうんうん、で疑いがあるのがやっぱりピンズソーズになるわけですよ。でトイメンソーズっぽいじゃないですか、ちょっと。そうですね、ステハイ見るとだからちょっとソーズにだけは僕疑いを持つかなと、はい、うん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 。でこのパワーオン切りがダメで正解は何ですか。正解なんてないんだよ。それあり、内藤君それありだったんですか。君も僕の助手になって、はい、ああそうですね、ちょっとごめんなさい、忘れてた。そう、答えを欲しがっちゃいけない。ダメですね、やっぱ気持ちですもんね、うん、そう、今答えはないのこれ。だけど今ここの川原舞子のダーパーワンから伝わってくるものは何もない、はいはい、あ、いや分かんないけど、これ9番嬉しくないじゃないですか。いやいやいや、9番でノーベタンとかになって嬉しいのよ。嬉しい嬉しいの、今は一つ一つしっかり埋まることにこう、ああちょっとずつ点数を増やしていく。ああなるほど。まあ実際問題これ何切る問題でもまあ分かれるぐらいの手なんですけど、うん、これ分かれますよね、確かに。なんで分かれちゃうかってやっぱりピンズがね、うん、ちょっと不安定なところ形が、うんうん、っていうので、うんうん、パーワン打ってね、ジャント固定はしたくない局面に見えるんですよね、うん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 、だからこのパーワンって、うん、
すごいこう転配効率は優秀かもしれないけれども、うん、上がり効率がすごい悪く見える位置だ、理論的に言うとね。ああなるほど、わかりました。とりあえず、はい、イデプロは怒るけど正解は言わない人です。てめえで見つけろと。答えはてめえの中にある。